ました。アメリカとソビエトの中距離核戦力は全廃されます。核兵器削減の時代が幕を開けたのです。勝手に選ぼうぜ。我々は成功を収めるだろう。するのか。すでに議論したことです。リビングストン、これ以上何を。もういい。君は作戦が危険にさらされていたのに上からの命令に従わなかったな。あんたは現場にいなかったじゃないか。君たちが戦ったというパンテオンだが事実なのか。アラウィがそう言ってた。いい加減腹を割って話したらどうだ。ウッズ君、質問するのは私だ。あの、報告書を読んでもらえれば。報告書はもう読んだ。まだ信じられない部分もあるがな。だからこそ振り返らねば、事件を。今回はマーシャルから聞きたい。最終からだ。俺たちはイラクとクウェートの国境に位置していた。小さなチームだ。俺とハロー、そしてケース。アラビーは予定より早いな。面会相手は待つ気がないんだろ。いや、運び屋なら待つさ。アラビーは中東から出るのに大金を払っているはずだ。出られやしないさ。俺たちと来てもらう。アウトロー42へ車列を監視中。ターゲットをマークする。ガンジャー、ターゲットを確認。指示を待つ。オーバー。やる。アウトロー42、攻撃しよう。アウト。さあ行くぞ。了解した。交戦開始。渋滞を起こすぞ。傷つけはしない。 CIA か。取引したのに。取引
知らんな。行き先は。嘘をつくな。お前の仲間と話をつけた。一体誰の味方か。いや、イラク軍でもない。パンテオンだ。パンテオン。早く逃げよう。お前たちに勝ち目はない。まだ見つかってない。このまま行こう。来い。はっきりさせておこうか、マーシャル君。君がパンテオンだという集団は多国籍の重武装準軍事組織だったと。それが突然現れたのか。この時点で君は応援を待つように言われたのに勇み足を踏んだ。時間がなかったし、チャンスも限られていて。彼は君の命令に背いたということなんだな。そうです。しかし事態が予定より早く。やはりな。君にはそういう傾向がある。だがハロウ君まで。我々の目標はアラビーの奪還でしたので、そのためにはどんな手を使ってでも。それはわかる。ではアラビーが死体安置所にいる理由を説明しろ。状況が変わったんだ。奴らは何者だ。パンテオンはヨーロッパとアメリカの元兵士で構成されてる。リーダーは分からない。回収地点に行けない。援軍を呼んだら待機しろ。待機？冗談じゃない。アラジ、応答、そっちに向かう。いや、それは危険だ。アラビーが足手まといになる。アラビー、お前はどっちを選ぶんだ。お前についていく。勘弁して。賢い奴だ。まず奴らを弱体化させよう。ケース急げ。隙ができたぞ。足手まといにならないようにしていればいい。ここは遮蔽物がない。パンテオンに狙われるとまずいな。この下にいる。崖を降りるのか。ああ、ケース、先に行け。私たちは後に続く。バラージ。逃げ切ったな。全員無事か。これが。おいおい、
をやめろ。やれるんだ。ウッズが見たら驚くぞ。お前がラッセル・アドラーか。 CIA を裏切り逃げ回ってるんだろ。マーシャルだな。ウッズの新しい弟子か。落ち着けよ。もう呼ばすんだ。ジェン、お前は重要人物を冷酷に殺害し、安全保障を危機にさらしたんだぞ。アラビーをパンテオンには渡せない。ラングレーにもな。 CIA に裏切り者が。だが俺じゃない、俺はスケープゴートさ。そんな話を信じろと。ジェーン、こいつを黙らせようぜ。ええ。待て、ウッズに伝言がある。ええ。こう言え、ビショップがルークを取る。それはどういう意味。もう行くぞ。先には取ってもらうぞ。せいぜい頑張れ。